ありがとう。こんにちは。いつもありがとう。じじい来ましたって。それ汚したんじゃないの？おしっこして。何が？これ脱いであったけど、濡れてんじゃね？廊下に。廊下にしょんべん引っ掛けたんじゃね？脱いであったで。それ履いてるん？濡れてるで。乾いたんじゃないの？汚いよ。取り替えた方がいいんじゃない？ないもん、会話。あるよ、会話。出してくれ。困ったね、ここに配信してから。もう本当にあんたダメ人間だね。そういうこと言ってダメだよ。本当にダメ人間だよ、はっきり言って。じじい、ね、うん。今日酔っ払ってね、あのパジャマ脱いであったってんでしょ。それ履いてるん。剥がれないよ、本当に。ダメだよ、あんたは。もうやだいな、そばに切られちゃ。本当に汚すぎるでしょ。おちっこしてさ、脱いであった廊下に、それ履いてるもん。またあ、たーちゃんこんにちは、ナイス、あ、ありがとうね、林田清様、ビッグダンディさん、ありがとうございます。皆さんありがとう。よしこちゃん、よしえさんこんにちは。サルマタ人間さんですかって、そう、うん、ジョリーちゃんこんにちはだ。違う、まるちゃん、おしっこしたやつ、そうだよ、うん、あれこさん、いや、早いね、今日は、って、そう、明日デイ行くからね、うん、そう、いつもありがとう、うん、昨日酔っ払ってさ、あの、廊下に脱いであった、しょんべんが引っかかってね、それまた履いてるん、今日、やだね、ね、のんちゃん、あつこめって、ありがとう、よしこちゃん、ビッグダンディさんってね、ありがとうね、ジェイさん、あやら汚いですね、そうだよ、おいで自分で乾いてるでっつん、自分で脱いだもん覚えてないんだよ、おしっこして、うん、ね、廊下にね、私トイレ行ったらさ、なんか置いてあるんさ、タマが寝てるんかなと思ったらね、パジャマ脱いであった、下が、ほんでトイレにしょんべんが引っかかってた、うん、それをさね、また履いてるんだよ。濡れてねえで、だって。やだよね。臭いよね。何考えてる。だからそんだけ酔ってたってこと。何も覚えてないってこと。ね。やだね。ね。ちょっと待ってね。猫が泣いてる。じじい、ガスつけっぱれでどっか行ったんだよ。また藤間と行ったんだよ。なんでこういうことやるのかね、怖いね。いないよ、じじい、ちょっと行ってくるね。猫が鳴いてる、うん、可燃ごみさん、ナイス、押してねって、ありがとう、うん、ちょっと待ってね、うん、待ってね、うん、あ、ちょっと待って、なんか猫鳴いてるよ。いないんじゃないね、ひどいね。あのガスつけっぱれでね、どっか行くっていうのは絶対もう火事だよね。火事になるよね、これじゃ。どうしようもないね。もうあげてもらわなくていい。危ない。この人にあげてもらったら。もう無理。うちを燃やされたら困るから。ね。もう脳なんかだよ。こうなりゃ。人間脳なんか。もう終わり。ね。こんな人と一緒にいたんじゃ、うちを燃やされちゃうよ。嘘じゃないよ。いないんじゃない？もう、多分、いないと思うよ。ねえ、玉を出さないっつうのは、いないと思うよ。ああ、たまげるね。ほんとたまげるね。いないよ。もういないよ。ねえ、もうね、また飲み行ったんだよ、人のカードで。ずうずうしい男だから。ずうずうしい男だよ、この男は。すごいね、火をつけながらどっか行くっつうのは普通じゃないよ、本当に普通の男じゃないよ、この人は。
すごいね。こういう男が世の中いるんだから。すごいよ。ね。すごいね。怖いね。やだやだ。怖すぎる。すごい。ああ、この人はダメな人だ。もう、感覚的が全然ない。ね。すごいね。火事になるよ、ほんと。私がここにいたからいいけど、私がデイサービスでも行ってたら火事になるよ。だって火つけっぱねでもういないんだもん。これって絶対火事になるよ。ダメだあの人は。もう私もお茶あげらっといいっていう。うちを燃やされたら困るから。本当に困るよ。ああいう人を置いたんじゃ、の中じゃない。もうおかしいよ、やってることが全て。私困るよ本当に。つけっぱなしでもういないんだよね。うちの中にいない。皆さんたまげるでしょ、こういう人いる？いないよね皆さんね。わかるでしょ私が怒るのね。いつけっぱなしで行っちゃったよ。こんなことあっていいのね。考えられないよ。私がデイサービスでいなかったら火事になるよ。もう一回そういうことあったんだからね。ほら見て、仏様の仏様のお茶碗ね、私ができないからね。これ見て、この真っ黒、ほら洗わない。すごいでしょ。こんなんであげたって仏様喜ばないよね。皆さんこれ見てくださいね。ほんでつけっぱれでね、自分でつけたら覚えてないのかね。もういない。行ったら。だから飲み行った。また飲み行った。昼間から。今日休みだから。ね。こんな汚いお茶碗でね、お茶あげてもらったって仏様が喜ばないよ。ダメだよ、あの人はもう。感覚がもう狂ってる。もういい。本当に。もうあげてもらわなくていい。もう私はあげてもらわなくていいわ。本当にもういい。本当こんな人を置いたら大変よあんたね。こんな人を置いたらあんた火事にされちゃうよ、うちを。本当嘘じゃなく火事になっちゃうよ。だって近所に悪いよ。うちだけでは済まないから。どうでしょう、こんな男を置いたんじゃダメ。昨日も酔っ払ってもうこの男はダメ。こんなクズいないよ男ね。だから私文句言うんだ。普通なら文句言わないよね、普通の人ならね。早くね自分の足が良くなってさ、私何でもできるようになりたいよ。そうすればね、私だってね。そうだよ、ダメだ。もう信号しっかりさせてあいつを追い出さなきゃダメだよ。もう無理だよ。あんな人置いたら自分が嫌になっちゃう、うん、大変だねって。そう大根だねって。そうすごいね。いないんだよこれ。火つけたままガス、夜間にね、夜間にこら火つけてね。私がいたからいいよ。私がデイサービスでも行っていなかったら、前も一回あったね。 お友達が遊び来てさ、ほいであれだよ、あの話してた。ほんで何の気なしにこっち来た、うん、そうしたらさね、火つけっぱなし、うん、ね大変だよって。オムあんこちゃん長野道路上大炎上になっちゃうよって。そうだね、まるちゃん地方症おじ、私もそんな気がする、うん、たーちゃん玉より酒ひどいねって。そうだよ、うん、そういつもそういう人だった。考えてみればね、うん、おじいちゃんがねもう何も食べなくて入院してた、うん、その時私ね送ってもらった、うん、第一病院までね。そうしたらさ、普通おじいちゃんに行き合ってくじゃん。それを私を下ろして、うん、すぐパチンコ行っちゃった。そういう人だよね。ね、普通は一緒に暮らしてね、おじいちゃんの様子見るよね、降りてね。
私だけ下ろして自分はパチンコ行っちゃった、うん、だからおじいちゃんと私は話してね、うん、おじいちゃん家に帰りたいんだねって、今妹とね妹 の, あの旦那さん来るからじいちゃん帰ろうねって言ったら、こっくりこうにしたよおじいちゃん、うん、でも口に出せない、もう口が聞こえない、うん、かわいそうだった、うん、でも私の言うことは分かってた、うん、おじいちゃん今うち連れて帰るからねって、うん、ね、愛情がないんだねやっぱりね、うん、やっぱり子供もみんな離れ離れで、うん、愛情がないんだよ、子供を施設に入れてね、ね、そんな男だよ、ほんでお母ちゃんに逃げられてる、うん、ね、そんな男だよ、うん、ひどいねって、そうだよね、うん、ブースですって、ブースです、ばあちゃん大ゴム虫見たんやねって、大ゴム虫、うん、大ゴム虫って何、大ゴム虫みたいだねって、うん、私がその虫に似てるってこと、うん、そうなん、うん、私知らないもん、ダイゴムシっていうの、うん、わかんないよ、うん、言われても、うん、みこちゃん、え、子供施設に入れた、そう、二人、男と女の子、うん、そう、うん、離婚してね、母ちゃん子供二人置いてっちゃった、うん、相当母ちゃんも悔しかったんだろうね、うん、普通は自分で産んだ子は連れてくけどね、うん、置いてったんだよ、それで施設へ入れた二人を、うん、そう。